皆さん、こんにちは。2022年1月22日に都内で千葉真一さんの忍ぶ会が開かれました。真田広之さんも発起人として名前を連ねていることに、2人の関係を知っている関係者の間では驚きの声が広がっていました。現在はハリウッドで活躍する真田広之さんにとって、2021年8月に亡くなった千葉真一さんは俳優としての恩師となります。真田広之さんは幼い頃に千葉真一さんが創設した JAC に入団しました。アクションの英才教育を受け、実力を養ってきました。 JAC13 期生の若山木一郎さんは、真田広之さんが在籍していた当時をこう振り返ります。その頃の真田広之さんの愛称はミスターパーフェクト。アクションに全く無駄がないし、どんなに激しい動作をしても息一つ乱れなかったからです。そんな真田広之さんを千葉真一さんは、あまたいる JAC 所属俳優の中でも秘蔵っ子として特に可愛がっていました。1980年代に入り、里見八犬伝や麻雀放浪記など主演映画が増えた真田広之さんは、1989年に JAC から独立することになります。その原因は、真田広之さんのギャラをめぐって師弟が絶縁してしまったことにありました。映画のほか、テレビドラマや CM、 レコードデビューと、真田広之さんは着々と売れていきました。しかし、どんなに働いても真田広之さんの月収は100万円ほどで、若かった彼はこのギャラではやっていけませんと千葉真一さんに直訴したのです。ところが千葉真一さんは、ならやめろと突き放し、千葉真一さんの真一の真と本名である前田貞穂の田を組み合わせて名付けられた真田という芸名を返すように強く求めました。真田広之さんはそれを拒み、千葉真一さんと袂を分かったのです。千葉真一さんの生前、二人が和解することはありませんでした。ある大物俳優の法事の席で二人が顔を合わせた時に、真田広之さんが挨拶しても千葉真一さんは見て見ぬふりだったそうです。結局、晩年まで真田広之さんの名を口にすることはありませんでした。そんな真田広之さんが忍ぶ会に名を連ね、33年目の電撃和解を果たす橋渡しをしたのは、千葉真一さんの愛娘、真瀬樹里さんでした。彼女が幼い頃、よく千葉真一さんの自宅に真田広之さんや志保美悦子さんが遊びに来て、樹里さんも可愛がられていました。大きくなってからも、彼女は真田広之さんをヒロニーと呼んで慕っていましたと千葉真一さんの知人は話します。真瀬樹里さんは真田広之さんの出身大学である日本大学芸術学部に入学、背中を覆うかのように真田広之さんも所属した盾同志会に入りました。父とヒロニーが絶縁してもなお交流は続いていたというのです。真瀬樹里さんは真田広之さんが生前ずっと千葉真一さんと没交渉だったことを強く悔やんでいました。そうした経緯から、真瀬樹里さんが忍ぶ会の発起人を務めてほしいと声をかけたのです。真田広之さんは当日出席できないそうですが、やっと和解できたと2人を知る人は皆胸をなで下ろしています。師弟の雪解けがようやく果たされました。日本のドラマや映画でご活躍してきた真田広之さん、2003年ラストサムライでハリウッドに進出し、その後も映画や人気ドラマに出演し、ハリウッドで成功を収めています。競争の激しい世界を舞台にした俳優は実力があるのは当たり前であり、その中で成功するには人として周囲から尊敬され愛されることも大切なのかもしれません。さて、真田広之さんは年を重ねるごとに魅力を増し、紳士的で魅力にあふれた俳優であるだけに、女性たちもほっとくわけがありません。真田広之さんの再婚説について見ていきたいと思います。真田広之さんはかつて女優の手塚さとみさんと結婚していましたが、離婚をしており、現在は独身です。真田広之さんの再婚相手として4人の女優たちの名前が噂されています。1人目は葉月リオナさんです。葉月リオナさんは
1975年7月11日生まれ、東京都の出身です。一時芸能活動をストップしていた時期もありましたが、現在も女優として活動しています。清純派美少女女優として CM やドラマに引っ張りだこで人気急上昇だったのですが、私生活では数々の男性有名人と熱愛、不倫が話題となり、魔性の女と世間を騒がせていました。真田広之さんとの出会いは1995年の映画写楽での共演です。この共演をきっかけに交際が始まったといいます。当時葉月理央奈さんは20歳という若さ、真田広之さんは35歳でした。手塚さとみさんと結婚している最中であり、さらに手塚さとみさんは第2子を妊娠中だったのです。不倫が明るみになったのは、当時フィリピンで映画のロケの真っ最中だった真田広之さんを追いかけてくるかのように葉月理央奈さんが現地を訪れ、2泊3日を共に過ごしたという報道によってでした。不倫報道に対して葉月理央奈さんは、私が家庭を壊したんじゃない、付き合い始めた時には家庭は壊れていた、恋愛相手に奥さんがいても平気です、という言葉を放ったことをきっかけに魔性の女と言われるようになりました。悪びれることもなく挑発的とも取れる発言をして大バッシングを受けました。その後真田広之さんとは破局し、2018年までに3度の結婚をしています。葉月理央奈さんの離婚の報道がされるたびに、真田広之さんとのことが蒸し返されています。2人目は天海祐希さんです。真田広之さんの離婚後は天海祐希さんとの熱愛が噂されました。真田広之さんと天海祐希さんとの出会いは、天海祐希さんが宝塚歌劇団にいた頃からです。入団4年目の天海祐希さんがロミオとジュリエットの主役に抜擢されたことがきっかけでした。それまで国内外の俳優でロミオを演じた役者はたくさんいましたが、天海祐希さんが最も惚れ込んでお手本にしたのが真田広之さんのロミオだったといいます。そんな縁が続いて、1995年末に天海祐希さんが宝塚歌劇団を退団するときには、一時真田広之さんの事務所に入るのではないかという話もありました。2015年7月公開ミニオンズの日本語版吹き替えで共演したことによって2人の距離は急接近しました。ロサンゼルスで行われたプレミアイベントで緊張する天海祐希さんを真田広之さんがエスコートし、とても心強かったといいます。この年2人は何度も会っているとされました。この報道に対し真田広之さんの所属事務所も天海祐希さんの所属事務所も古くからの友人であり、記事のようなことは全くありませんと交際を否定しています。3人目は鈴木京香さんです。2002年には鈴木京香さんとの熱愛が出ました。真田広之さんと鈴木京香さんの出会いは1994年の映画119でした。この共演をきっかけに友人としてのお付き合いがあったようです。当時真田広之さんは手塚さとみさんと結婚していました。その後2001年ドラマ非婚家族、2002年の映画助立や助六で再び鈴木京香さんと共演しました。鈴木京香さんはかねてより交際が報じられていた堤真一さんと破局しており、一方真田広之さんも手塚さとみさんと離婚していたため、互いにフリーという状況だったようです。真田広之さんは2003年ハリウッド映画ラストサムライの撮影でアメリカに拠点を移しました。この時期鈴木京香さんと真田広之さんがロサンゼルスで2人が歩いているところを目撃されたのです。鈴木京香さんは真田広之さんとの結婚を意識するようになっていたようですが、真田広之さんが結婚に前向きではなかったようで破局を迎えたといいます。4人目は手塚さとみさんです。1990年真田広之さんと結婚した手塚さとみさんですが、1997年には離婚しています。離婚理由は真田広之さんと葉月理央奈さんとの不倫でした。手塚さとみさんは報道より先に知人から真田広之さんの不倫疑惑を聞いていたものの、男の人の浮気って仕方ないなというか、どうしても子供ができると母親は子供に意識がいってしまいますから、私の辞書には離婚という字はなかったので修復しか考えてなかった、なんとかして戻ってきてほしいなってと浮気に対して寛容な考えを持ち、離婚する意思がなかったということですが、
真田広之さんが家を出る形で別居となっていました。私の気持ちばかり押し付けても先に進まないと手塚さとみさんは葛藤しながらも気持ちに折り合いをつけ、2年後円満離婚をしたのです。離婚後も年に数回家族みんなで食事をするなど良好な関係が続いていたといいます。手塚さとみさんは元夫の真田広之さんに対して、こんなに一緒に会っているなら別によりを戻してもっていう思いはありますけどと復縁したい気持ちを明かしています。しかしハリウッド俳優として活躍し続けている真田広之さんの邪魔をしたくないからと複雑な思いを抱いているといいます。今やアクションもできるアジア人ハリウッド俳優として映画だけでなく海外ドラマでも活躍しています。2013年制作、オーストラリア、イギリスの映画レールウェイ運命の旅路、2014年より放送されたアメリカの SF ドラマヘリックス、黒い遺伝子など、日本で活躍していた時と変わらず渋くてかっこいいままです。同じく世界で活躍する渡辺謙さんと並んでアジアのスターとして人気です。現在ハリウッド俳優として活躍している真田広之さんの収入源はもちろん映画や海外ドラマでの出演料です。年収についてはっきりとした金額は発表されていませんが、おそらく数億円近くになるのではないかとの情報もありました。ハリウッドで成功しているのならその金額も納得できます。ちなみに日本での仕事ですが、ドラマは2001年放送で主演を務めた既婚家族を最後に20年以上、映画では2005年公開の亡国のイージスを最後に15年以上途切れています。海外に拠点を移し現在はそちらでの活動に専念しているようです。日本のメディアで見られないのは少し寂しいですが、同じ日本人が世界で活躍しているのは嬉しいことです。海外での俳優のギャラは日本とは比べ物にならないくらい高額です。映画1本のギャラが1億円との噂もあり、1本映画に出演するとプール付きの家が買えるほどだそうです。ハリウッドでのギャラは公表されたことはありませんが、高い演技力とスタントマンがいらないほどのアクションに定評があり、映画や海外のテレビドラマにも多数出演しています。年収は10億円近いとの噂も真実味があります。いかがだったでしょうか。今回は真田広之さんのことについて深掘りしてきました。アメリカで成功した俳優の数少ない一人となりました。その裏には並々ならぬ努力があったものと思われます。しかしそれは裏を返せばハリウッドには挑戦するだけの価値があるということなのでしょう。私生活では何人もの女性と浮き名を流しました。大問題にはなるものの、不倫自体が俳優人生を終わらせるような時代ではありませんでした。現代ではあまり許容されないとは思います。しかし俳優というのは演技を評価されてなんぼの世界です。その後の活躍が過去の醜聞を一蹴してしまったかのような感じもします。還暦を超え、今後真田広之さんがどのような活躍を見せるのかが楽しみです。日本に帰ってくる可能性は低いですが、もう一度日本の映画やドラマにも出演してほしいものです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。